戦いの真っ只中において感情なんて邪魔になるだけだ。俺はお前から学びたいんだ。戦うのが怖いから脅迫者に屈すると。私は民を守りたいのです。王家の血を守ることは無用の戦いではありません。あなたは心に穴が開いている人ですね。怪獣たちを使って宇宙を混乱させてる奴がいる。手を貸してくれ。アスカ。夢の彼方へ希望の力。森脇翔平さんですが、脳や神経には異常は見つけられませんでした。もしかすると心の方に問題があるのかもしれませんね。あ、待て。なっちゃいないぜ。変われ。え？いいから変われ。あ、もう壊さないでよ。自覚がなさすぎる。もう少し背後にも気を配っておけ。サポートありがとう。佐伯って野郎の基地がどれか分かるか？あの大きなタワーだよ。本当に吐き気がするよ。野蛮な暴力を正義だと履き違えている連中にはさ。あ、侵入者、侵入者。ほう、ほらほら、きっとこいつらも野蛮だよ。あ、どうするマイフレンド。はあ、よし。何をやってるんだ。
早く隊長に事情聞かなきゃ。潜入のルールを知っているのか。ほらほら早く行くよ師匠。師匠なんだそりゃ。やれやれ。ねえねえどうするの。野蛮な連中だが挨拶だけはしておこう。挨拶？私はどんな時でも礼儀正しく生きたいからね。ほらクイーンも挨拶は大切だってさ。人の気配が全くしないね。静かすぎる。おいそれを口にするとろくなことにならないぞ。銃口震えてないか。ちゃんと人一倍の訓練は受けてます。心配ないよ。その言葉信じてよ。そんな目で見るな。照れくさい。さっきはすいませんでした。俺がヘマしたばかりにアスカさんに迷惑かけてしまって。まあウルトラマンになって最初はそんなもんだろう。名乗り遅れました。ガイと申します。よろしく。怪我は大丈夫か。大丈夫です。どうした。ジャグラたちが。バカなこと言ってないでさっさと隊長を探せ。ここは俺に任せ。その言葉信じてやる。守るべきものを守れないような俺が選ばれるなんて本当広い宇宙には不思議なことだらけです。手にした力の意味を頭でいくら考えても答えなんか見つからねえぞルーキー。よし微妙に外れた感じ。隊長だ。我らカノンコの得体。リカ、ミコット来ると思っていたぞ。本当にアマテ様の暗殺を。全くの濡れ衣だ。ライゴー将軍は俺の存在が邪魔だったんだ。ライゴーは俺を捕らえて俺の偽物を仕立て上げてアマテ様を襲わせたんだ。騙されるな。
俺を信じてくれ。ミコット。その言葉信じます。今すぐカノンに連絡を。はい。師匠、あんたのおかげで隊長に会えたよ。クグツが解毒された。アマテ様に感謝しなくては。ジャグラー、師匠ダメ。まさか俺が操られてたんだ。仕方がない。本当に乱暴な人たちですね。ハロー野蛮人。神楽以外はお初にお目にかかります。サイキ、今から自己紹介しようと思ってたのにしわれたな。そういうとこと乱暴で野蛮なところは直した方がいいと思うよ。何言ってんだ。私がこの宇宙を平和に導こうって話をしてるんだけど。話がしたけど姿を見せろ。その態度、頭が痛くなりますね。もう限界です。おい、奴ら逃げやがった。逃げたんじゃない。素材庫はどこだ。追うぞ。ワーブ設定完了。あいつら追ってきてるよ。生意気。こちらこの辺対素材庫、隊長のシンナだ。大至急この通信を上執務室につないでくれ。こちらこの辺対素材庫。
チャミングか。おい隊長、こっちもワープするぞ。はい。なんだワープエンジンにダメージ、再起の仕業だな。隊長、飛ばすから何かにしがみつけ。歯がゆいな。カロンに着くまで何もできないとは。うん、なんか懐かしい味がするな。似てますか、アスカさんの故郷の味に。うん、どんなに遠い星で生まれても結局みんな同じものを求めるのかもな。あんたに何があった？説明お願いします。雷郷将軍にはめられ囚人惑星送りにされそうになった俺は護送船で騒ぎを起こして脱走した。ほら、天手様を守りたい一心だった。だがカノンに戻ろうとした矢先、俺の脱出艇はベゼルグに襲われ、気づいた時には再起、お前は天手様の血をどうするつもりだったんだ。戦神となる者の血を検査してみたかっただけだよ。それって命の木の種かい？もし本物なら貴重だよ。だってクムツを解毒できるんだからさ。え？シンラ君はカノンに返さない。だって君がアマテちゃんに会ったら彼女が戦神になろうとするのを止めちゃうだろ。奴の本当の目的はアマテ様、いや戦神だ。戦神？世界は変わる。闇と光が、クイーンと女神が出会うとき、世界は変わるのだよ。どういう意味だ？ベゼルブを使ってカノンを脅迫してきたのは、アマテ様を追い詰め戦神にすることが目的。早く伝えなきゃ。俺が先に向かいます。ちょっと待て、俺たちにも体力の限界がある。アスカさん、その体で繰り返し変身するのは無茶だ。無茶かもしれないけど無理じゃない。お前に大事な仲間がいるように俺にも頼りになる奴がいるんだよ。なるほど、かなりまずい状況だね。惑星カノンは怪獣たちに包囲されているらしい。それを突破して僕が女王様に会う。彼女が豊かになるのを止めてくれ。これがテレパシーってやつ？頼んだぞ、ウサシ。わかった。僕なりにやってみよう。翔平、退院したんだ。検査結果は？翔平。食べるか。おい、翔平。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 
星カノンの皆様、今宵いかがお過ごしでしょうか。譲歩の提案は受け入れられなかったと判断いたしました。よって当初の要求通り女王を差し出してください。さもなくば夜明けとともに総攻撃を開始します。破滅を告げる太陽が昇るまであとわずか。全面攻撃に備えよう。総員戦闘配備は。それと女王には戦神になっていただく。信じられないスピードでどんどん強くなった。戦神とクイーンベゼルブが出会い争うことは民に災いをもたらす。今民を助けられるのは戦神だけです。美しい夜明けだ。